1960年の F1 世界選手権1960年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第11回大会である。1960年2月7日にアルゼンチンで開幕し、11月20日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで全10戦で争われた。 2.5リットルカーで争われた最後のシーズンである1960年は、クーパーを狩るジャック・ブラバムがタイトルを獲得し、ロータス、フェラーリ、BRM は、リアエンジン車でシーズンを戦った。アストン・マーティンや、それとよく似たランス・リベント・ローのスカラブも参戦したが、フロントエンジン車ではもはや上位進出はできなかった。スターリング・モスのロブ・ウォーカー・ロータスは、コーリン・チャップマンに、 モナコでのグランプリ初勝利をもたらし、アメリカグランプリでも優勝した。傾斜した、モンツァサーキットでは、イギリスのコンストラクターがボイコットし、フェラーリが優勝したが、他のグランプリはすべてクーパーが優勝した。アストン・マーティンの F1 参戦は、様々な経営者の変更を経て、61年後の2021年に、復活するまで途絶えた。ポイントシステムが変更され、 ファステストラップへのポイントは与えられないことになった。また、6位にポイントが与えられることとなった。ベスト6戦がランキングに数えられ、前シーズンまでのベスト5000から増加することとなった。今シーズンはまた、インディ500が選手権に数えられた最後のシーズンとなった。また、F1 において、フロントエンジン車が勝利した最後のシーズンとなった。 ポイントは1位から順2 6位まで8から6から4から3から2から1が与えられた。ベストの苦戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは1位から順2 6位まで8から6から4から3から2から1が与えられた。ベストの苦戦がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。ありがとうございます。